今シーズン、シーズン途中に、入れてもらって、まあ、J1 昇格というのためにちょっと加入させてもらったと思うんですけれど、そこにはちょっと及ばなかったので、少し申し訳ないですね。でも15試合出場されて、かつそのポジションも左サイド枠であるとか、ハーフであるとか、いろんなところもやられてたんで、非常にフィットされたんじゃないかと。そうですね、周りの選手のサポートもあって、すんなり飛び込むこともできて、チームの中にプレー面でもすんなり飛び込めたかなと思います。あれですね、国立で福岡選手が、はい、3枚目に男子に出てましたね、はい、そうですね、まあ、本当にあれは嬉しかったですね、このチームの一員として見てもらえているなという思いなので、ね、最後にサポーターに向けて一言です、はい、今年応援ありがとうございました、また、来年頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。